分経過。大きな大きな3点目とはなりませんでした。ただ、スパチョーク圧倒的なテクニック。そして小前の奥、小田島だ。今日2人はこのホットライン。そして入ったばかりの野津田から中野、中野、今かわした中野のボール、ビエラー、後半から入ってこの決定力、最初のチャンスで仕留めるのがボールです。ビエラで0対2。スタートにこう中野が上がっていってここ駆け引きしてる間に今真ん中で駆け引きしてるわけですけども、やっぱりボールが少しファーサイドに流れてくるのでバックステップ踏むんですよね、うん、で自分がヘディングでとこうポジション取りながら届けば今度はチャンス、今度は右足いる、クロスバーか右のポストか、そして野田はちょっと下がったでしょうか。逆サイドパーコーナーの選手がちょっとこうね処理しきれなかったところを下の方狙って、まあ、右足でしたけど、まあ、思い切り振りましたけどね。リアントロが見上げますか、立ちカメラ、シッチ、脇坂、ワンタッチでスルーして、ここは瀬川の左足を折り返した、最後は脇坂、からキープね、こうダミアン選手の強さからヒールで、はい、打つかと思いきや折り返しですからね、しかもダミアン選手もね、この後もう一回入ってるんですよね、はい、中には藤本、クロス入れる、笠原ナイスセーブ、まだ防ぎます大宮、これが絶妙でした、これですね、市原ですね、